大輔さんです。はい、おめでとうございます。よろしくです。おめでとうございます、ね、お誕生日。ありがとうございます。嬉しい、すごく嬉しいな。今日は楽しみにしてます。パーティーということ で、 そうです、ね、いや本当昨日緊張して全然寝れなかったんですけど、はい、あの8時間しか言ったの十分だ十分だ。今日一日長いからね。そういうステージなんですけど、はい、よろしくお願いします。頑張りたいと思います。よろしくお願いします。頑張ります。うわーすごい。わーすごい、かっこいい。綺麗な会場だな、ね、すごいね、うん、6、2、3、4、4、4。申し訳ない、ちょっとややこしいですけど、よろしくお願いいたします。お願いします。感激でございます。あの全員苦手なら大丈夫だ。本当ですか。声もない。緊張伝わりますか。この大スターの隣に立つことって、この緊張ドキドキですよ。昨日寝れませんでした、8時間しか。それ人の値段パクっただけじゃない。そうなんです。いや本当に寝れなかったです。あの彼との出会いは今言った通りもう20年ぐらい前なのね、きっとね。そうなっちゃいますね。函館に会いに行ったりとか、ね、そうなんです。大輔さんが来てくださったんですよ、函館まで。会いたくてね、行ったんです。それもまた突然なんですよ。突然電話が来て、当日に行ってもいいかい、いいですよ、まあね、いいと思うって言いましたけれども。まあそうだよね、はい、あんまり受けなかったです。まあいいですね。で、あのここだけの話なんですけど、昨日は昨日で横浜の街を2人で歩いて、はい、散策動画を撮ってね、楽しかったです。マリンタワーの中でね、ブルーライト横浜を歌ったりね。歌っちゃったんですよ。そうなの。他のお客さんいるんですよ。いる人もいるん。関係なく歌って、これは大輔さんの影響ですね。言ったんだもんね、はい、恥ずかしくないですかって言うから、恥ずかしいよって。でもそんなこと言ったら後で後悔するよって言って。そうですね。そしたら堂々とね、よく昨日恥ずかしくもなく人前でよく頑張ってたね。恥ずかしくびっくりした。まずあのこの YouTube で北川大輔の曲も何曲もトライして歌ってくださって、たくさんの方にね広めてくださってるんですよ。今この時点で何曲ぐらいの歌を歌って配信したのかなと。今300曲カバーして動画でさせていただいてます。毎週新しい曲を何回入れてるんだよね。そうなんだ。あれだけ覚えてさ、はい、しかも上手だから完璧に歌うんだよね。だからいやいやいや、毎回ちゃんとしてるのですごいみんなが見るんですよ。そう言ってもらえたら嬉しいですけど、ね、すごいよね。楽しんでやってみますか。さあ今から歌っていただくのは、はい、北川大輔さんの幸せの隠れ場所。緊張しますが頑張ってもらいたいと思います。よろしくお願いいたします。夜明け花で眠る
くりましょう。しんくんちゃんのチャンネルで一番曲がったのっていうのは、はい、どんな歌だったの？山内圭介さんの歌なんですけど、サラセ冬の嵐が150万回ぐらい再生されて、すごいんだ、そんなに回るんだね。そうなんです、すごいですよ、本当にたくさんのみんながね、はい、こう見て聞いてくれてね。じゃあそのサラセ冬の嵐、パーティーに出席というか出演を、ね、させていただけたことを本当に幸せに思っています。ありがとうございます。そしてなんか
ゲスト様も皆さん本当にあったかくて、動画見てるよとかね、頑張ってねとか、大ちゃんからね聞いてるよなんて言ってくださって、優しい方が本当に多いなと、大輔さんのファンの方っていうのは本当に嬉しいなってそう思いました。ありがとうございます。大輔さんがこういつも前向きなのね、姿がね、僕にもすごく影響を受けて、いい、本当に僕のお兄ちゃんのような気持ちでさせていただいております。昨日はですね、館内というところもね、大輔さんに案内してもらって、で僕ね、あの衣装に合う靴を持ってなくて、あの衣装の靴がね、なくて、でどうしようって言ったら、大輔さん、いいとこ知ってるから連れてってあげるよって、俺そこで買ったことないけど、この前、店の前の方が知ってる店があるから連れてってあげるって言って、お店連れてってもらったら、ちょうどいい靴があったんですよ。白い靴で、僕、自分の財布出して、いや、これくださいってお店の方にお金出そうとしたら、そんなのいらないって、俺が買ってやるって言って、大輔さん、買ってきて、これ、買ってきてもらってました。お兄ちゃん、すごいな。当たり前だろう、なんて言われて、嬉しいなってそう思いました。そんなことでね、今、YouTube で活動させていただいております。続いて、2曲続けて歌わせていただきますが、男性の曲だけじゃなくて、僕、YouTube の方では、いろんな歌手の方を歌って、YouTube に投稿してるんですけれども、女性の曲の方もよく歌っておりまして、愛のままでという、秋元純子さんの歌、そしてもう一曲はこれ男性の歌ですけれども、愛のメモリーという曲、2曲続けて聴いてください。この痛しが何を咲くの、誰かと比べる幸せなんていらないよ、あなたの視線が愛しくあれば、
スト持ち歌なんてもちょっと披露させていただければと思っておりますが、あの函館物語というタイトルなんです。あの僕とそのお嫁ちゃんって呼んでます。あの妻はね本当にあの表に出ないタイプで、あの恥ずかしがり屋で写真もやめてっていうような、あのそういうおしとやかな妻なんですが、その支えがあって函館にこうやってあの歌を歌わせてもらっていることに感謝をした、その僕と妻との物語をあの浅野祐樹先生、前回のねバースデーライブの時にギターで演奏された浅野祐樹先生、あの先生に作っていただきまして、で作詞は冬道博先生、そのお二人がですね僕とゆうちゃんの物語を作ってくれましたので、続けて聴いてください。函館物語です。破れて夢に傷つき震えた夜も、そうさあなたが支えてくれた、だからもう一度吐き出せたのさ。やってる人って結構テレビなんかでも少ないんじゃないかなと。昔で言うとチョ・ヨンビルさんとかね、メガネで歌ってらっしゃいましたけど、あんのは最近少ないんじゃないかなと思うんですけど、メガネかけてる理由というのは、あの YouTube でね、僕いつもメガネをかけて動画を投稿してるんですよ。だからこれやっぱもう自分のトレードマークかなということでね、メガネもかけさせていただいておりますけど、でもあの照明が当たるとメガネって反射するじゃないですか。だからこれちょっと良くないなと思って、これ伊達メガネでございます。レンズ入ってないの、コンタクトにしてメガネだけつけてるというようなもんだでこれはちょっと内緒の話かもしれませんので、最後にこの曲を聴いていただきたいと思います。夢諦めないで聴いてください。ありがとうございます。皆さん本当たくさん応援してください。心がピュアな子なんで、すごく続いてみればね、歌もすごく新鮮だなって言われてたんですけど、はい、じゃーんってこう手書きで書いてくれたの。そうです。絵でさ、僕絵を描かせてくれて、パソコンを使いながらで上手に絵を描いてくれてね。似てますか大輔さんに。でね、この肩の上に乗っかってるのがシンくんだろ。ちゃんと僕もね、古文のように肩に乗せて、ちょっと受付でずっと飾らせてもらってました。じゃあ、このまま持ってってもらって飾ってもらって。わかりました。はい、皆さんどうもありがとうございました。演歌前にシンくんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日はお忙しい中、皆さんにはですね、またご視聴いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。